丸岡町は、かつて、福井県堺郡に属していた町。下越山地と福井平野北東部を占めていた。中心市街は、丸岡町の城下町として発展した。2006年3月20日に、堺郡内3町と合併して、堺市となった。福井県の北部に位置していた。県内の町で最多の人口を有しており、唯一3万人を超えていた。南隣にある、 福井市のベッドタウンとして、住宅地の開発などにより増加を続けていた。日本一短い手紙と呼ばれる、一筆形状化の用心汚染中砂馬小屋瀬は、戦国武将、本田茂次が息子戦地よ、後の初代丸岡藩主、本田成重のために送ったものである。このことから、一筆形状の発信地として、1993年に、全国初の手紙のコンクールとして、 一筆形上昇が始まった。この一筆形上昇は全国の自治体主催の公募イベントの先駆であり、全国で同じような公募が行われるきっかけとなった。福井県立丸岡高等学校サッカー部をはじめとした県内競合チームが各年代存在しており、福井県ではサッカーどころとして知られている。西部は福井平野、東部の武田地区は山に囲まれている。 旧丸岡町役場現在は、堺市役所丸岡総合支所となっている、繊維産業、稲作が盛ん。また南東部に、福井県産業情報センターを中心とした、企業団地、ソフトパーク福井があり、隣接する福井県立大学と山岳共同の、情報分野における研究開発がしやすい環境となっている。2006年時点では、鉄道は通じておらず、 隣接する堺郡堺町にある西日本旅客鉄道北陸本線丸岡駅が最寄り駅だった。1969年までは京福電鉄永平寺線、1968年までは京福電鉄丸岡線が町内を通っており、本丸岡駅などがあった。ありがとうございます。